見えない力頼りにキュンキュンちゃう。回ってんの？回ってるよ。ゆりーよ、写真かと思ってカッコつけちゃったじゃねえか。だとしてもダセーけど。ドン！リブ！サッカー部です。はい、はい、今日もこの時間がやってまいりました。リーブル検証のお時間。はい、やってきました。確かめたい事実というか立証したい説がありまして、学生時代何部でした？サッカー部。あ、バレー部ですね。なんでやれ。まあ彼はバレー部なんでちょっと彼は除いておいて。なんでやれ。僕バレー、あ、バレー部じゃん。お前バレー部。僕らサッカー部なんですけれども、はいはい、サッカー部ってあんまり野球できるイメージなくない？いや、ないでしょ。ないよね。でも逆に野球部はサッカーできるもんない？俺にいるよね、なんかね。だから今日はサッカー部野球できない説やーっ。なるほどね。そうです。こういう検証。サッカーってさ、全身を使うスポーツじゃん。サッカー部の人って結構足速かったり、いろんなスポーツやっても何でもできちゃう。運動神経いいやつ多いじゃん。なのに野球できないイメージない？まあ、確かにね。ねえ、ということで、はい、元サッカー部の僕らがこちら見てください。おお、これなんですか？バッキングセンター。バッキングセンター。いや、やめとけお前。まあ、野球といえばもうカキンじゃないですか。あ、それしかないでしょ。ヒカキンじゃないですか。ヒカキン言うの。こちらのバッティングセンターで、いや本当に野球がどこまでできるのかとちょっと皆さんにお見せしていきたいなと。なるほどね。行きましょうか。じゃあ行きましょうか。キックオフ。キックオフ。かいの。はい、ということですね。はい、じゃあまずちょっと最初は小手ならしで70キロから行きましょうよ。なるほど、ウォーミングアップね。で徐々に70、ここは110、ここで一番速いのが140キロ。140？ 徐々に上げていって、最後140キロで1本でもヒットを打ったら今回の説は立証ならず。イエス。何です？いや、すげえ、何この空気。正直140キロ1本でもヒット打ったらやばいからね。やばいで、140って。じゃあまず肩慣らしでいきましょう。肩慣らし70は余裕だよ。まずはまずね。え、帽子いる？帽子いる？え、いるじゃん。何でしょ。ほら、始まってる？始まってる。お、待って。何をしとんねん。おお、あ、でもヒットじゃないからね。ヒット打ちましょう、ヒット。でかい。打てんのか、おいたこが。バッタービビってる。はい、ファーストゴロ。豪快な空振り。え、あんなんやったらもう女子の前で歩けない。隣の打席行きましたけど、隣ボール行きました。隣ボール行きましたよ。隣に行きましたからね。全部フライやん。いや、当たってるからね。当たってるやつ、当たりはするよ。うわー、振り方がちょっとさ、ダサくない？ちょっと重いよね。なんか、田植え作業してるジジイみたいじゃない？こう、よいしょーみたいな。あいつ問題バットじゃなくて、クワ。こういったあの、クワじゃないの、これ。結構今、いい当たりじゃなかった？あ、でもやっぱヒット一本も出ないね。お、遅すぎる。はい、ちょっと70キロ遅すぎて、あれやりてるわ。お、すげえ。見た？今ホームランのちょっと目でギリギリ。どうだった？え、1本やばいのなかった？1本きっといいのあったでしょ。ホームランのあの丸い板みたいな、あれのギリギリ丸いとか。ホームランだよ。ホームランではねえけどな。遅すぎる。いやいやいや、言わせて。70でこのレベルじゃこの先思いやられる。おい、じゃあお前いけんの？俺がいく。え、いけんないやつ。ダサッ。何ってわざわざと当てたってことも知らないの？ホームランでもいいんでしょ。さっきのあの脳に当たったので前が脳振動で見えない。あー、終わって、あ、当てていい、もう当てていいの。おー、ホームランじゃない、ホームランじゃない、今の。ほら、意外とできるぞ。できるよ。でも全部今のところヒット1個もパンティ。任せとけ。
ほら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 、じゃあガチで当てていいんだね。おう、ガチでやれよお前。おー、まあまあまあじゃん。おめでとうございます。お、あー、今引っ張ったね。ガチで逆にすぎるお前。ヒットじゃない？あ、セカンドヒット？ちょっといいっすか。ないね。始まったやつ時まずここ。ここぶつけた。それでノーシント。いやそう。前かわりやん。ボールが三つに見える。いや大場すぎよお前。もう一回ね。もう一回。あともう一回ずつちょっと直さ。これ？七十。もう一回やんのこれ。もう一回。じゃ行くぜ。一言ちょうだい。え？あやべ。なんかおかしい。なんかすくい上げてるみたい。すくい上げてるでしょ。あいつだけ土壌すくいやってんの。え、今めっちゃいい当たりしてたよ。え、今いい当たりだったけど全然ファール。ほら来た、ほら来た。あっ、ちょっと待って、何の打ち方。お姉っぽかったよね今なんか。あっ、頑張れお姉。2丁目の星。白5K。 はい、空振り、綺麗な空振りです。え、ホームラン出したらどうする？どうする？山形終わりやり。ホームラン出したらどうするの？はい、やれ。はい、前へ。それも上げちゃいます。ほら、パンティー、パンティーちゃえ。うわ、抜けた今、抜けた今の、今の当たりはやばい。よかったな。ほら、どうかちょっと負けなってるよ。当たったよ。うわ最悪。そうそう、ホームラン行こうかな。ハッピーバースデーチュー。予告ホームラン行きます。何するお前。ほら、ホームランじゃん。かっこいいっていいね。めっちゃ行ったよ。お、来た。え、ちょっとやばかったし、ね、ここのホームランであれだったら、うーんって、うん、ちょっと軽くね、70球で肩慣らししたんですけど、じゃあ次、100キロ。これ、うわ、これ、110、最高。じゃあ次、110いきましょうか。めちゃくちゃ上がったな。ということで、はい、2曲目。え、遅くない？これだ、高速。100になりました、100になりました。嘘でしょ。さ、ちょっと、しょ、しょ、しょ。ちょけ、早いんだな。いや、結構早い。バカ食べね。あ、なんだよ、たった30キロ上がっただけやん。見とけ。おー、すげえ。え、いい当たりや、今。え、結構良くない？もうすごくない？空振りほぼなくない？もしかしてお前試合の中で成長してる？あ、そんな。どうでもいい。いや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 、ショート。ダメだわ。メンバーとしてちょっと俺も不甲斐ない。え、なんすか今の。いやいや、悪くはないだろ。最初だけすごかったけど。最初だけ。後半見た？もしかした後半もうブン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 、もうバットがもう空を切ってたよ。侍でもなったのかと思ったよ。こんなブンブンしちゃって。同じメンバーの仲間である俺が尻拭いする。いきます。何やってん。ああ遅いわ。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にして。あ、これ打てるな、これ。テンポ、早くない？早くない？あ、打てる、大丈夫。掴んできましたよ。お、はい。お、今ヒットでしょ。わ、ヒットわ、やれない。はい、ほら、見た。ホームランじゃない？ホームランじゃない？ホームラン取った、ホームランだよ。ホームランじゃない？どこがホームランだよ。ホームランだよ。やばい、やり。俺、清原になります。
しろ。めっちゃいいよ。はい。あと見るよ。もうさっきのいいよ。今完全も見た。一郎かと思ったもん。マリナーズのあのスカウトして見てますか。アメリカで野球できますよ。なんで滑っとんの。ただ待ってくださいよ。100キロ打ったぐらいで、いやサッカー部野球できますみたいな顔しないでください。140キロだ。140キロ?140 があります。140キロに挑戦して1本でもヒット打ったサッカー部は野球できるってことです。ということですね、ラストじゃあこちら140キロ見てください。140って言ったらプロ野球でも速い方ですから。いや速いよね。ギュン、乳首ギュンの儀式。速いかそれ、そんなに速くなくない。まあね、ちょっと様子見。何が様子見って。おっ、速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 っ、音が違うもん。ちょっと待って、速っ、速っ、えっ、速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 っ、やばい。あっ、ね、一本も当たんないじゃん。え、待って、速いんだけど。いや、計測の呼吸、計測の呼吸。いやいや、全然ダメよ。いやいや、信じられないスピードやん。ちょっと桁ちげえだろ。当てるだけ当てるもん。いや、めっちゃいいもんしない。1回も当たってもないよね。1回ぐらい当てるやん。あ、当てますか。1回当てればこっちのもんだから。あー、死ぬんだよってこと。いや全然、全然打てないやん。もう終わってんのやつ、もう終わってんの。来るよ来るよ来るよ、準備しない、来るよ、来る来る来る。赤いじゃん、赤いじゃん。あ、来て来て来て、これ来て、これ来て。早すぎ、やばかったね。やべえ早い。え、だって当たったの3回ぐらいでしょ。あとほぼ全部空振りでしょ。これむずいね。相方のミスは俺がなんとか。チュル。おいしょ。おい、で、怖っ。でも言うてやん。いや、早い、早っ、早っ。ゴリラ、あのゴリラやば。え、待って、早いって。当たった、ほらほらほら、当たったぜ、見た。え、ごめん、見てなかった。おい、ごめん。ほら。こんなに回る人いる？グーの。うえー。はい。やめて、やめて。お、うえー。ヒットじゃないもん。今ヒットでしょ。いいよって。今回サッカー部が野球できない説、これは立証ありません、ならずということで、はい、運動神経いい人は野球できますよっていうことです。ということで、じゃ あのこれでお別れしたいなということでね、ご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でね、次は次回変態乳首もぎ取られるダイヤの巻です。どういう話だよ。明日の夜、12時投稿されますので。年齢制限3歳以上ということで、ね、3歳以上いいのかい。彼が乳首もぎ取れる動画出しますので、よろしくお願いします。どういう動画や。